おはようございます。ゆきちゃんでございます。いかがお過ごしでしょうか。いよいよ昨日から、葉月、8月が始まりました。まあ、感染者もなんか増えてるんだけど、まあ、葉月というと、まあ、私の、まあ、生まれ月なんで、まあ、この夏になるとですね、まあ、夏男は強いんだと、まあ、自負してましたけど、やっぱ暑いなというふうに思ってます。まあ、おかげさまでですね、昨日夜遅く、大阪から戻ってまいりました。まあ、多くの方にお会いできましてね、で特にまあ、新しい方とも目にかかって、まあ、なかなかこの方はすごいなという方もいて、まあ、とにかくこのトランクショーをやらせていただいて、まあ、いろんな方とお会いして、いろんな話をして、で、まあ、フィッティングさせていただきながら、まあ、やっぱり私流儀といいますか、私流のこう合わせ方をですね、お伝えしていくということで、まあ、いよいよこの8月はですね、20日から、大分で3日間の、トランクショーがスタートいたします。また具体的には、場所等はまた追って告知を申し上げますけれど、今日はですね、コメントがいただいてないので、プロデューサーからですね、夏を涼しく過ごすリネン服の使い方、着方について教えていただけたら幸いですという、まあ、リネンですよね。まあ、これがリネンです。で、まあ、これね、どういうふうにお話ししようかなと思って、実はちょっと迷っていたんですけど、まあ、今日の私のスタイルは、こちらはまあ非常に薄いブルーの、ピンストライプという、こう細いストライプに、まあ、茶色とネイビーの、レジメンタルをしております。で、それには、麻のジャケットに麻のパンツということになるんですね、リネンと。で、ポイントなのはこれでね、やっぱ朝もちょっと迷ったんですけどね、どのポケットチーフをするかっていうところなんですね。で、このやっぱり全体感に対して、こう、ブルーのこれをしようかなと。いやいやいや、はたまた、もうちょっとブルーの強い、これの色を、チーフに入れた方が、アクセントがもうちょっとはっきりしてていいかなとか。いや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 、そうじゃないよね、ということで。まあ、これはいわゆる千鳥格子のブルーなんですけど、まあ、この辺のこう、千鳥のこの辺のブルーでいった方がいいかなとか。もうちょっとまあブルーの同じ系統でも、多少色のトーンの違うもので入れた方がいいかなとか。いやいや、やっぱりなんて言ってもやっぱり、基本は白でしょうっていうところで、白を入れるか。まあ、もしくはこういう淡いブルーの色であるとか、まあ、もしくは、茶とブルーをよう拾ったこういうペイズリー柄で入れるかというふうなところをですね、まあ、ちょっと楽しみながらやってますけど、まあ、いわゆる涼しげに見えるっていうのはまあ夏はやっぱ暑いですよね。暑いとはまあ私は言わないようにするんで、てんてんてんで言ってるんですけど、まあ、やっぱり涼しげにどう見えるかというところがポイントになると思います。で、ポイントはですね、まあ昔、明治大正、また昭和の初期あたりはですね、やっぱりこう、夏というと、もうとにかく白の麻のスーツ。まあこれはご存知かと思うんですけど、ウィンストン・チャーチルの、夏の、靴から何からが全部白ずくめという白。まあ、これを、まあ、日本の当時の、首相だった吉田茂が、やっぱり同じようにこのスタイルをやっておりました。まあ、大体こう、まあ、麻の三つ組といって、やるこちらもそうですけど、やるスリーピースですよね。スリーピース。で、まあ一方ですね、まあ、いわゆる鉄道の神様と言われてる、方がいます。まあ、内田百軒と言いますが、内田さんあたりも、まあ、こういうか、スタイルだったり。まあ、あとご存知の、白洲二郎も同じようにそうです。で、大体まあ、朝というとですね、これらは少し、まあ、画面ではちょっとわかりにくいと思うんですけど、いや、まあ、やや、クリーミーな、リネン。まあ、もしくは、まあ、いわゆる真っ白。まあ、もしくは、ややクリームトーンの色と。まあ、ここら辺の色をですね、だいたい3ピースだったり、まあ、もしくは2ピースでお召しになるというのは、まあ、買ってのまあ基本の涼しげな装いのポイントかなと思います。
で、以前も申し上げたように、こういう時はもう言うまでもなく、ボタンは白の障害ボタン、いわゆる白障害というボタンを、であって、で、靴は、こちらの白靴です。白の靴を履くし、白の、やっぱりホーズ、靴下を履かれるというのが、まあ、かつてのダンディーと言われる方々の夏のスタイルの必須アイテムですよね。ですから、こういったものがですね、まあ、お方の方はあまりお持ちになってらっしゃらないと思うんですけど、夏といえばリネンだよねというものは、まあ、今、全体的にはリネンブームであるんですけど、まあ、一着、お持ちでいらっしゃると、いざ暑いな、夏だよな、という時にはですね、まあ、こういったもので、夏を楽しんでいただくということが、まあ、私はいいんではないかなというふうに思います。まあ、これ持ってても私ももう長いものですが、随分、18年ぐらい前に作った白スーツもありますし、まあ、こちらのような、いわゆるジャケットの白だったり、まあ、先ほどご覧いただいたように、ベージュの白だったり、まあ、夏になるといつも世話になるということで、まあ、これはシングルのピークドラベルの、リネンのジャケットですけど、まあ、こちらはもうかなり、生地が薄いです。まあ、これもアイルランドの、生地なんですが、まあ、こちらでですね、シングルの、ピークドラペルの、まあ、こんなジャケット。まあ、ボタンが、これはまあ、貝ボタンじゃなくて、少し、トンスートーンで色を合わせて、着ておりますけど、まあ、こんな合わせ方をですね、皆さんも意識なさったらいいと思います。朝のシャツもいいし、朝のジャケットもいいし、もちろん朝のスーツもいいと思います。まあ、かつてはですね、私持ってる、リネンのやっぱりコート。まあ、昔、これは1920年代ぐらいは、もうほとんどオープンカーでしたから、リネンのダスターコートを持ってますけど、非常にかっこいいです。まあ、いわば、白に勝る色はないというふうに昔から申し上げてますけど、白で夏は楽しんでいただく。これがよろしいと思いますし、これが浴衣の場合でも、まあ、ご婦人だとはよく、炉の着物。まあ、炉になると、白の炉っていうのはあんまり見たことないですけど、やっぱり、まあ、白っていうものが一番の夏の涼しげな色だと思いますんで、お楽しみください。はい。それでは、また、水曜日、お会いしましょう。チャオチャオチャオ。ボーナジョルナータ。